はい、どうもこんにちは。今回はですね、数学3の積の微分公式ということで、こんな感じの公式ありますよね。これの動詞としてみたいと思います。まあ、厳密にはその極限の操作イプシロンデルタ論法っていうのは大学の数学でやるので、高校の数学で厳密な意味での証明ってできないんですけども、ただこの関数を微分したらこうなるよっていうことの確認ですね、それをしていきたいと思います。まあ、今回は積の微分がテーマですけども、同じことがですね、小の微分とかあるいは合成関数の微分にも使えるので、ぜひ最後までご覧ください。さて、でまずはそもそも微分っていうのがどういうものだったかっていうのを思い出してみましょう。ある微分可能な関数 px というものの微分とは何だったかというと、ある幅 h というものを用意してそれを0に近づける、その時の何なのかっていうと、 x 足す h での p の値引くことの x での p の値、これを h で割るというものでしたね。これが、まあ、言ってみればグラフの傾きになるんでした。平均変化率の幅を小さくすることによってグラフの傾きになったと。図にするとこんな感じになります。はい、まあですね、y イコール px という曲線で x における、あるいは x から x 足す h までの平均変化率の h を小さくすることによって、接線の傾きになると。つまりこの直線の傾きがこれである。というふうになるわけですね。あるいはこれであると。そういうわけです。で、まあそれはともかく、今回のテーマはあくまでこの積の微分というのを公式を証明することでした。なので、今回はこの微分の、まあ言ってみれば定義式、とりあえずこれを定義式ということにしますが、これに基づいて実際にこの関数の変化率というものを取ってみたいと思います。さて、でまずは fxgx というのを一つの関数とみなして x 足す h と x の間の差を取って h で割るというのをしてみます。定義に従って素直にこの変化率を取ってみるとこんな感じになりますよね。今 fxgx というのは一つの関数とみなしているので、 x 足す h はどっちも中身が x 足す h になる、こっちはどっちも中身が x になると。でその引き算をしてあくまで x の変化量を h で割ると、そういう感じです。で、まあここから先どうやって計算進めていけばいいのかっていう話なんですけど、今分子はどっちも x 足す h だったのが x になっちゃってて、両方一気に変わっちゃってるので、こっちと同じようにじゃあ f'x g'x にすればいいかというと、そういうわけではないんですよね。あくまで僕らが使えるのはこれをこうするという操作だけなので、どっちも x 足す h と x になっているとそこまで簡単には微分の計算ができないわけです。なので片方を揃える必要があって、そのために次のような、まあ、工夫をしてみます。はい、何をしたのかっていうと、もともとこの分数の式の分子にですね、x 足す1、x 足す1と xx っていうのがあったわけなんですが、その間に1枚かませました。何をしたのかっていうと、fxgx 足す1っていうのを1回引いて、そしてまた足してるんですね。このこれとこれをペアにして h 分の2してまとめました。そしてこの fxgx 足す1、そして fxgx っていうのをまとめて1つのペアにしたと。そういう感じです。結局分子に1個余計なものを引いて足してるだけなんで、式としてこれとこれは全く同じものですね。整理すれば必ず同じになります。だから別にここからこの変形は許されるわけです。まだ極限とかの操作は一切してないんですね。で、なんでこんなことしたのかっていうのは次にわかると思います。まずここの計算なんですけど、分子にどっちも g の x 足す h っていうのがあるので、言ってみればそれでくくることができますね。あとこっちは fx が共通しているので fx でくくることができます。ということでくくってみましょう。はい、ということでくくってみました。どういう仕組みになってるかっていうと、さっきのこの一つ目のまとまりですね、ここで共通していた g の x 足す h っていうのをここに持ってきました。そして2つ目のここで共通していた fx というものをここに持ってきたと。そういうわけです。ちゃんと確かにくくれていますよね。次にじゃあようやくここで h を0に近づけるっていう極限を取るんですけど、ここでですね、まずこの部分っていうのは h 分の f の x 足す h 引く fx ってなってて、これはもろですね、さっきの微分の定義の形になっていますよね。だからこの部分っていうのは h を0に近づけると f' の x になるんです。同様にですね、今度この部分、こっちは g の x 足す h 引く gx になっているので、これをですね h0 に近づけるとどうなるかっていうと、これは g' の x になります。でじゃあ残りの2つどうなのかっていうと、これはそもそも h を0に近づける過程で変化しないですよね。ただの fx なんで、これはまんま fx で、あと g の x 足す h なんですけど、これはもちろん h を0に近づけると単に中身が x に近づくだけなので、これはどうなるかというと、もちろん g の x になるわけです。というわけで結局この4つの項それぞれが何に近づいていくかっていうのが分かったので、最後にこれ全部まとめて書いてみると、結局この極限っていうのは f'x の gx、 f'x の gx ですね、足すことのあとは fx の g'x というふうになって、結局この結果を見てみると積の微分の公式っていうものがちゃんと出てきていますね。
ということで、これで証明終了というふうになります。はい。というわけで、まあ最初ちょっとね、こういう前提の話をしましたけども、本題はあくまでこっち、積の微分の公式の導出というものを行いました。こういった公式の導出で大事なのは、あくまで微分ってどういうものだったのかっていうのを思い出して、それに則って素直に計算していくということですね。単に、x を x 足す h にしたもの、x のまんまのものを引いて、h で割るというだけなんです。でただ、こっからですね、いきなり f'x, g'x とはいかないんですね。それは間違いで。どういうふうに計算すればいいのかっていうと、とにかく結局この式の形を素直に使えるように、うまいこと間に1枚かませて1個ずつ変えていくと。そういうわけなんですね。これは g の x 足す h が共通していて、f の中身が変わってる。こっちは f の中身が同じで g の中身が変わってるということで、片方ずつはしごして変えていくというのが大事。その結果ちゃんと、こういう積の微分の公式が出てきたと。そういうわけなんです。ちなみにですね、これ今回のこの微分の過程で、例えばこっち、最初に引くやつを f の x 足す h、gx というふうに変えて、こっちも同じように変えるという手もあります。つまりどっちから先に変えるかっていう話であって、結局出てくる結果っていうのは同じです。だって別にこれって f と g 対称になっているのでひっくり返しても結果変わるわけないですよね。実際にやってみるとちゃんと同じ形が出てきますということで、それも補足しておきますね。まあこんな感じでですね、この積の微分の公式の証明はできます。まあ、小の微分とか合成関数の微分も同様にできますが、それはまた別の動画で話す予定です。まあ、こんなの結果だけ覚えておけばいいじゃんというふうに思うかもしれませんが、こうした操作を覚えておくことによってですね、公式の定着度も高まりますし、あるいは3個の関数の積の微分ってどうなんだろうとか、そういったことを計算するときにも同じ考え方が使えて応用ができるわけですね。じゃあ3個のときはこうやって計算すればいいんだなというふうに自分で公式を導くことなんかもできたりします。ということで、まあお得なことばかりなので、ぜひ皆さんもこれ見終わった後に自分で同じ証明再現できるかどうかチャレンジしてみてください。というわけで、このチャンネルではですね、こんな感じで、まあ高校数学とかに関するトピックをお話したりとか、パズル的な問題も扱っていきたいと思っています。あと僕自身が東大の物理学科の出身なんで、物理の話とかもしていこうと思っていますね。全体的にこのチャンネルの動画見ておけば、まあ、勉強するのって楽しいなとか、志望校にね合格したいなって、そういうモチベーションが湧くようにしていきたいと思っていますので、もし今回の動画が気に入ったらチャンネル登録と高評価お願いします。それでは今回の動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。